は、こんばんは、はるきです。今回は、フッティーズチーム1ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回も、ハイソン選手、そして SBC 目標で来ている選手をティアリストにまとめてます。それでは、早速紹介をしていきます。こちらがフッティーズチーム1のティアリストになってますね。アイコン強化、ヒーロー強化も行われ、目標の選手を入れると、まあ、20人を超えているという風な形になってますね。まあ、D には誰もね、入れていないという風なことで、まずは C です。C はこちら、フッティーズアイコンからバレージ、そしてヒーローからスールシャール、この2名を C ということにしました。まずはバレージですね。バレージに関しては、もちろん守備力に関しては何の問題もないというか、特によくねパスカットしてくれたりとかはあるんですけれども、まあ遅い、ちょっとね身長が低い選手の割には加速力がなかったりとか、あとね動かしにくさっていうのもちょっとありますね。なのでまあ厳しいかな。守備力高いのはいいんですけど、現状フッティーズまで来てるんで時期的にってなってくると、守備力高いのはもう正直当たり前で、そっからビルドアップ能力とか、あとはペースがめっちゃ速かったりとか、あと理不尽なね何かこう力があったりとか、そういう選手がめちゃくちゃ強いっていう風な感じになりますので、ちょっとねこのバレージに関しては守備力しかないというか、まあ、パスもね上手いんですけど、守備力以外あまり目立たなかったなという風な選手で裏抜けされると、まあちょっと厳しいっていう風な、そういう選手にはなってしまって、この C ということにしてますね。で、そして続いてスールシャールですね。スールシャールもね、まあもうざっくり言うと普通なんですよね。取られるときは簡単に取られるし、まあ上手い人が使うんだったら使いこなせるかもしれないですけれども、まあ、決定力以外はそこまで強さはないっていう風な感じですね。今週のプラスがついてるんで、特にペナないとか受けて、ね、反転して今週とかを決めてくれるんですけれども、でも今週決めれる選手って他にも山ほどいるっていうこの現状になってますので、スールシャルも、ね、特段もう全く使えないってわけじゃないですけれども、スタメン級かと言われると他の選手でいいかなという風な感じですね。まあ、テクニカルかプラスとかだったりとか、あとは55とかだったらなお良かったかなとは思いますね。で、そして続いては B です。 B はこちら目標で来ましたケシエ、そしてキーパークルトワ、そしてこちらも目標ですねブレーメル、この3名を B ということにしてますね。まずはケシエですね。プレミアムになってますので、ケミはね気にすることはないですね。まあ、フィジカルが強いボックスとボックスの選手っていう風な感じですかね。ただね、まあ結構ドリブルが重たいので、攻撃に上がっていく選手っていうよりかはやっぱり守備的に、まあ、バランスを取りながらっていう風な役割を与えてあげるのがいいとは思いますね。ペースもね特段遅くはないし、まあ、本当ドリブルの重さだけですかね、若干気になったところは。守備能力もね高いし、フィジカルも強くって、結構グリッと取ってくれるシーンもねありますんで、まあ使えなくはないし、でねスタメンに入っててもおかしくはないかなとは思いますね。個人的にスライディングのプラスが予測とか、あとはまあクイックステップとかだったら良かったかなと思いますね。で、そして続いてはクルトワですね。クルトワは今作初めての強化になりますかね。キーパーのクルトワとしては初強化になるかとは思いますね。まあやっぱキーパーなんでなかなか評価がしづらいという風なことで、一律で今作は B ということにしてるんですけれども、金が結構強かったので、まあ新たな最強 GK になり得るかなと思いますね。剣もねフッティーズのこのカードは組みやすくなってます。プレミアムじゃなくても組みやすいので、スカートにね多く入れられる選手になるかもしれないですね。で、そして続いてはブレーメルですね。こちら目標でゲットできる選手になってますね。無料でこれのレベルだったら普通にありで、まあ、ちょっと A に入れようか迷ったぐらいの選手にはなってます。ただこの人もね守備力とか、あとはスピード面とかは全然いいんですよ。 S でもねかなりコスパは良かったし、ただまあビルドアップ能力っていうようなところで、パス面だったりとか、あとはドリブル面とかだったりが
ちょっと物足りない。うん、フッティーズカードとしてはもうちょっとアップグレードしてほしかったなっていう風な感じですね。ただよくねシュートブロックしてくれる選手になりますし、あ、ブレムで助けてくれたなっていうシーンも普通にあるんじゃないかなと思いますね。そして続いては A です。 A はこちらフッティーズヒーローからスナイデル、そしてマルケスで、そしてフッティーズサンチョ、そしてフッティーズカルルプレミアムですね。でそしてフッティーズヒーローラミレスで、そしてアイコンストイチコフで、そして目標でゲットできます3選手ですね。リース・ジェームス・ボニフェイス・アデイエミですね。これらの選手 A ということにしてますね。まずはスナイデルですね。まあ普通にトップクラスの選手にはなりますね。余裕で強いっていう風なカードになりますね。ただ若干プレイサルプラスがまあ物足りないのかなっていう風な印象は受けます。特にチップシュート、パワーシュートはそこまで必要ではないかな。うん、まあインターセプトとか、あとはもちろんもっと攻撃にね、徹するんだったら今週のプラスとかだったらなお良かったかなという風な選手、もちろんテクニカルプラスとかだったら良かったなという風なところですね。まあもう少し早めにこのぐらいのスナイデルが来てくれれば、まあ、S に入っていたかなと思うんですけれども、ちょっと現環境ね、もうむちゃくちゃ強い選手ばっかりなので、まあちょっと S には入らないかなっていう風な選手ですね。ただ非常に使いやすくおすすめの選手にはなってますね。そして続いてはマルケスですね。マルケスは結構値段が安いと思うんですけれども、ゴラッソからね強化をされまして普通に強くなってますね。ペースの部分に関してはもうちょっと欲しいなと、うん、思うんですけれども、加速とねスプリント速度がある程度同じ数値っていうのが素晴らしいですね。なので、まあ、もうちょっと欲しいですけれども、そんなに遅さをね感じないっていう風な選手になってますね。で守備もねしっかりしてくれるし、予測のプラスもついてて素晴らしいと。でブロックのプラスもあると。でビルドアップ面非常にやっぱ最高ですね。ロングパスのプラスもついてるし、ドリブルもね比較的軽い選手になってますので、取った後もそこまで事故りにくいっていうところがいいポイントになりますね。あとはまあスライディングのプラスがねそんなにいらないので、ここがまあブロックとか、あとインターセプトね、白でもついてないんで、インターセプトプラスとかだったらなお良かったかなという風な選手。ただまあめちゃくちゃコスパはねいい選手にはなってますね。そして続いてはサンチョですね。ジェイドン・サンチョになりますね。ユナイテッドに復帰したという風なことで、まあチームもねユナイテッドになってますかね。まあこの人もね結構値段安いと思うんですけれども、一幕からね強化をされまして、フィジカルはまあ一幕と同様に結構弱いというか、まああんまりこう理不尽さはない体の強さになるんですけれども、それ以外はねまあなかなかいいというか、特にドリブル非常にしやすいし、ペースもね上がりましたし、テクニカルのプラスもついてるっていう風なことなんで、で 5-5 だしっていう素晴らしいなと思いますね。でパスもね出せるし、クロスもうまくっていろんなことができる選手、まあフィジカルで無理をしなければですね、非常に A ランクには相当するんじゃないかと思いますね。そして続いてはカルルですね。カルル、ピエール・カルルになります。まあ君はね組みづらくはないんですけれども、一応プレミアムのカードにはなってますね。この人も非常に値段が安くってコスパでおすすめの選手になってますね。それこそね、まあ、やっぱりブレーメルと比べると守備力はそこまでね変わりはないんですけれども、やっぱりこの時期なんで、ですけどカルルの方がドリブル面パス面比較的うまいし、まあ身長もね低いので、まあ動かしやすいっていう風なところで、ちょっとブレーメルとはランクを分け隔てましたね。あとは予測のプラスとかブロックのプラス、インターセプトのプラスで素晴らしいなと。プレイスタイルプラス面もなかなかいい選手にはなってますね。そして続いてはラミレスですね。この人も今作ね結構ヒーロー、初期のベースヒーローから人気だったんですけれども、やっぱこの時期になってくるとめちゃくちゃ値段安いですね。うん、相当安い。この100万いってもねおかしくないんじゃないかっていうぐらいだと思うんですけれども、まあかなり安くなってますので、この人もね非常におすすめ、安くておすすめになってます。ただちょっとプレイサルプラスはねインターセプト以外はそんなにね強くはないので、
まあ物足りないっちゃ物足りないっていう風な選手にはなってしまいますね。 S にはなかなかいかないかなっていう風な感じ。ただペース、そのスピード面は全く遅くはないというか、速さがねある選手にはなってますし、守備力に関しても全然あよく取ってくれたっていうシーンも、まあ、ある選手にはなってますので、まあ、普通にトップクラス A ランクには相当する選手にはなるかなという風なところですね。そして続いてはストイチコフですね。アイコン選手になってますね。この人もめっちゃ安い、多分50万ぐらいでしょ、もうちょっと安くなるかなっていうぐらいまで下がってるんちゃうかなと思いますね。55で今作のバースデーのねストイチコフがなかなか強かったので、まあそこから強化という風なカードで非常に強くなってますね。で一応ね、まあ今週がプラスとかだったらよかったし、あとはラピッドとかクイックステップとかがプラスだったらよかったなと思いますね。なんかテクニカルのプラス以外はそんなにかなと思ったりはしますんで、まあ能力が高くなったけれどもプレイサルプラスはちょっと微妙かなというふうな選手になります。ただ普通にね決定力高いですし、スピードもねあんまり遅くないし、あとポジション的にもね右ウィングと左ウィングどちらにも置けるっていうところもいいポイントになるかな。全然強い選手になりますし、おすすめですねこの人も。そして続いてはリース・ジェームズですね。目標で、ゲットできる選手になってまして、この人がね無料なんで、今作リース・ジェームズあんまり特殊はないんですけれども、非常にお求めやすいというか、みんなが使いやすい、そういう選手になってます。バースでもね安かったし、なかなかいいんじゃないかと思いますね。で結構簡単な目標になってますので、まあ右サイドバックに困ってるっていう方はおすすめにはなってます。で単純に守備力に関しては普通にバースデーから上がってるなと。フィジカルもね強いし、ペースもね速いので、全然刈り取れるっていう瞬間は多いですね。ただやっぱり予測とかインターセプトとかプレイスタイル面はちょっと欲しかったなと、思ったりはしますので、そこだけ、ですね。それ以外は普通にね、強さはある選手にはなってますね。そして続いてはボニーフェイスですね。こちらも目標でゲットできる選手になってまして、ケミがね組みにくかったのでプレミアムになってるというふうなこと、素晴らしいですね。元からケミさんというふうなことですね。で単純に S のボニーフェイス使っていた方はめちゃくちゃ合うと思いますね。単純に普通に強くなってるし、現環境でも輝けるボニーフェイスにはなります。でもちろん空中戦が強い ST 選手求めてるっていう方はおすすめになってますね。やっぱりジャンプね99だし、空中戦もね非常に強い選手になってますので、すごくねヘディングはね勝てる選手になってます。であとまあスペースがある時の縦突破っていうのも有効ですし、単純な足の決定力っていうのも高いので、まあ無料でゲットできるレベルの選手ではないですね。でそして続いてはアデイエミですね。こちらもね目標でゲットできる選手になってまして、まあ非常に厄介なスパサブ選手になり得るかなと、思いますね。ラピッドのプラス、あとはクロスのプラス、今週のプラスね素晴らしいなと思いますし、鋭いパスもまあそれなりにはいいので、4つともね全然ありっていう風なプレイサルプラスにはなってますね。また他には容赦なしとか、あとはエアリアル一応ついてるっていう風な感じですね。スキルが5で55だったらもっと良かったなと思うんですけれども、まあ、本当にドリブル軽いし、あとはそっからの速さ、ドリブルで細かいタッチをしてながら一気に加速っていうこともできる選手になってますので、サイドアタッカーとして非常にちょっと違いを作り出せる選手になってますね。スキル4でもね十分っていう方はめちゃくちゃおすすめの選手にはなってますね。そして続いては SS。S はこちらフッティーズゴレツカ、そしてプレミアムからスミス、そして SB できましたモドリッチ、そしてグリマルド、そしてアイコンですねカカ、そしてリベリ、そしてフッティーズプテジャス、そしてプレミアムになってますネイマール、そしてアイコンジャイルジーニョですね。これらの選手を S ということにしてますね。まずはゴレツカですね。ゴレツカ個人的にすごく好きな選手になってますので、かなり強化をされて嬉しいなと思いますね。一幕でも結構強かった選手になってますので、まあ、そこから単純により強くなったという風なことですね。
特に予測のプラス、あとロングパスのプラスね、素晴らしいかなと思いますし、まあインターセプトのプラスがあればなお良かったなという風な選手ではありますね。で結構ね、本当に空中戦も意外と勝ってくれたりとかするんで、もう本当にフリットみたいな、選手になりますね。もちろんサイドバックでもいいんですけれども、2列目とかから上がっていって最後クロス合わせるみたいな、そういうこともねできるように、なってますので、めちゃくちゃありで、一応テクニカル白でついてるっていうのも素晴らしいし、本当攻守万能ででかくて理不尽さを感じるという風な選手ですね。でそして続いてはスミスですね。まあ、TOTS の時同様にね、こうケミ補正がかかったカードになりますので、非常に需要は高くなったんじゃないかなと思いますね。スキルが5で 5-5 にはならなかったですけれども、これともスキル4の前線の選手の中ではかなりトップクラスになりますので、非常におすすめになりますね。まあ、単純な足の決定力もあるんですけれども、やっぱりスピードが速いですね。でドリブルも軽いし、めちゃくちゃ扱いやすいっていう風な選手で、相手にねちょっと脅威を与えるというか、相手が本当守備をしづらいっていう風なアタッカーの選手になりますね。またちょっとフィジカルがあるっていうのも、めちゃくちゃ厄介で、簡単にねフィジカルで負けないっていうところもいいポイントになりますね。あとは今週のプラス、クイックステップのプラス、的確なパス素晴らしいなと思いますので、まあ S からね、普通に乗り換えるっていうのはありかなと思いますね。そして続いてはモドリッチですね。 SBC で登場をしましたモドリッチ、まあ、ライブ TOTS から単純に強化をされたんですけれども、特に予測、あとはインターセプト、テクニカル、プラス素晴らしいなと思いますし、もちろんですね今週ついてるっていうのもなかなかいいなと。でパス面めちゃくちゃうまいし、ドリブルも普通に軽いし、レーサーも99は素晴らしいですね。で守備に関してもやっぱりね、インターセプトと予測のプラスの恩恵っていうのは結構でかくって、ごつさはねなくって、ゴレツカとかフリットとかベリンガムとかのような存在感はないんですけれども、やっぱりねなんか縁の下の力持ちというか、あ、モドリッチよく取ってくれたっていうシーンはね全然ありますんで、ツーシーム普通に任せれる選手にはなってます。で決定力に関してもやっぱりレースだ99って素晴らしくって、普通にね決め切ってくれるシーンは多かったので、まあ十分 S ランクには相当するかなというふうに思いますね。そして続いてはグリマルドですね。まあかなりこの人も化けたなと思いますね。 TOTS から相当強化をねされまして、変わりましたね。本当に攻撃型のね LB 選手としてはなかなかいいんじゃないかなと思いますね。 5-5 素晴らしいし、ラピッドのプラス、あとは予測のプラスも素晴らしくって、個人的にはセッターのプラス、まあ、グリーンマールドじゃなくてもいいかなって思ったりするんで、ここがクロスのプラスとかあだったらなお良かったかなと、インターセプトとかだったら良かったなというふうには思いますね。マジで上がらせる LB だったら相当活躍はしてくれる選手になるんじゃないかなと、思いますし、単純なパスもねめちゃくちゃ上手いのが厄介ですよね。クロスだけとかならねまだしもいいんですけど、コンビネーションがねできるっていうのは素晴らしいし、あとはねシュートもね打てるっていう風なところと、ドリブルもめちゃくちゃ軽い、それこそ同じような上がらせる LB だったら、まあデイビスとかがいると思うんですけれども、デイビスよりも細かいタッチがねできますし、まあすごくそういう面ではグリマルドも非常に需要がある選手で、まあ強さをね感じるんじゃないかと思いますね。でそして続いてはカカですね。 SBC で来た選手にはなってまして、非常に化けてますね。今作はサンダーストラック、ゴラッソを経てこのカードになるんですけれども、まあ別人級ですね。特にドリブルがやっぱりサンダーストラックとかゴラッソよりかはかなり改善をされてまして、軽くなってます。持ちやすくなっているという風なカカですね。あとはもちろんゴーゴーも素晴らしいし、決定力もねすごく高い選手になってますね。レースも98あるし、単純な初期のこの能力、特にケミソリスタル上げなくてもこの能力になってますので、よくね決めてくれる選手になりますね。あとはラピッドのプラス、テクニカルのプラス、コンショのプラスね素晴らしいなというふうに思いますので、まあ S に相当しても全然おかしくはねないんじゃないかというふうに思ってここに入れてますね。でそして続いてはリベリーですね。フランクリベリーになりますね。まあかっこいいなと、まずやっぱ思いますね。 TOTY アイコンから強化になるんですけれども、非常に能力高くなってますね。
でもちろんプレイスタルプラスに関してもテクニカルとかあとは今週とか素晴らしいなと思いますし、もともと55というところもめちゃくちゃいいですね。まあ、もちろんドリブル軽いしスピードも速いし、あとはシュート面ですね、めちゃくちゃよく決めてくれる選手になっていながらパスも出せますんで、すごくね理不尽な選手になってます。ただまあやっぱりでかい選手と比べるとフィジカル面、ですね少し弱くはなってしまいますので、まあ、そこだけは注意かなというふうな選手ですね。で、そして続いてはプテジャスですね。まあ、ユーロの間にかなりね、鍛えまして、オーベル99になってますね。特に中盤の選手、CM 登録の選手で、シュートが全部99ってもうバグですよね。もうアタッカーやんっていう。だから普通にアタッカーの選手でもいいと思います。LW、別にいいと思います。で、ST でも全然いいと思います。普通にもうどこでもできるっていう風な選手。ですね。でもちろん一幕から大きく変わったところでいくと守備面ですかね、能力もちろん高くなってますので 3CM の一角として、まあ 2CM でもまあ全然いけるかなっていう風な選手にはなりますかね。まあただ 3CM の一角の方が安心できるとは思います、守備面に関しては。でもちろんやっぱり攻撃面でお釣りが返ってきすぎる選手になりますので、今週のプラスもね素晴らしいし、本当に遠目からバンバン打っていけるっていう、まあ、マジでこう理不尽な、理不尽の塊っていう風な選手にはなりますね。まあ当たり前にチーム1の中で目玉の選手になり得るんじゃないかと思いますね。で、そして続いてはネイマールですね。まあ、この人がチーム1の中で一番の大目玉の選手になるんじゃないかなと思いますね。99になったネイマールという風なことですね。個人的にはやっぱり過去作同様に SBC 選手だったら良かったなと思いますね。もう誰が買えんねんっていうカードなんで、この時期になってそれがねちょっと残念ではあります。ただ実力的には本当に S ランク相当しますし、一幕でも相当ね現状強い中でそっから強化という風なことになってますね。特にクロスも上げれるようになってるし、今週のプラスクイックステップのプラスね、素晴らしいしっていう、まあ何も言うことがない、まあ、本当にねこの人が合わへんっていう方は多分もう今作誰も合わないと思います。それぐらい本当に強い選手、強いアタッカーにはなってますね。そして続いてはジャイルジーニョですね。まあゴラッソから久しぶりの強化という風なことですごく強くなってますね。オーベル98まで行きまして55ですね。まあバースデーのねダイナミックイメージをねそのままにという風なことなんですけれども、クロスのプラス、テクニカルのプラス、クイックステップのプラス、素晴らしいなと思いますね。まあ今週がついてないっていうところだけですかね。アタッカーの選手として非常に多くのものを持っているという風なことですね。あとねやっぱりね右ウイングにも左ウイングにも置けるっていうところがやっぱりいいポイントですね。両サイドにも行けるっていう。で一応ねフィジカル能力も高くなって、あとレースが99になってるっていうのはこのカード素晴らしいですし、めちゃくちゃこの人もまあ理不尽というかかなり値段は高いとは思いますけれども、この時期でも相当その価値はねあるんじゃないかというふうなところですね。こちらがフッティーズチーム1ティアリストになってます。で少しも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。